ミサキメイは。高林くん。その母親だがね、ベッドの上で亡くなっていたそうなんだよ。状況的には明らかに他殺、介護の疲れ、三組の最悪、のっぴきならない精神状態に追い込まれて母親を殺めてしまったということなんだろうな。どこまで行く気だ。尋常ではないね。松井さん。
死にたいんなら一緒に殺してあげる。さよなら、お母さん。